例えばその大学とかあるいは学校の建物なんかのプランを見ると、まあ廊下があってこう部屋がただ並んでますっていうふうなものがもう世界中で作られてるわけですね。で、まあ、建築って別にそれで困らないし、使えるし、成り立つしっていうことで、僕たちはでもそれをただただ否定するのはあんまり面白くないなと思ってます。もう一度やっぱり建築家がそれを読み替えて、今の時代やっぱりこうあるべきなんじゃないかっていうふうなことをある一つのこう形式として、形式ってやっぱりこう共有可能だってことだと思うんですけど、多くの人に。で、そういうものができることで、なんか次の時代の、こう新しいスタンダードとしてあちこちに作られていってもいいんじゃないかなと僕はまあ思ってるんですけど。